吉子は日本の女子プロレスラー、東京都葛飾区出身、血液型 A 型、シードリング所属、小学生時代は風邪のファンであった。中学生時代は2年生から学校に通わなくなり、家に帰らず仲間とたむろしていたため毎晩コンビニで歩道されていた。中学卒業後は働いていたが、2010年5月に風邪の ブログにメッセージを送った際にスカウトされ、スターダムに参加する。1月23日、新規バファーストリングで開催された、スターダム旗揚げ戦のメインイベントで、美藤陽子と対戦し敗れたが、デビュー戦で将来性を期待させる内容の試合を見せた。2月12日、旗揚げ2戦目となった新規バファーストリング大会で、夏木太陽とのタッグで、美藤アイリス組と対戦。 ダイビング戦闘音からのヤンキース割り固めで、微党に勝利し、早くもリベンジを果たす。以降も、夏木とタッグを組み、二人の出身地が、名前の由来である、タッグチーム、川崎葛飾最強伝説として活動。また、山形優も加わって、トラブルメーカーにとしても活動した。10月27日、仙台ガールズプロレスリング主催の、 女子プロレス団体対抗フラッシュトーナメントで決勝に進出するが、戦女の過月に敗れ準優勝。12月11日、新規バファーストリングで行われた、ルーキー・オブ・スター・ダム2011で、星明有沙を破り優勝し、初代新人王となった。1月8日、TDC ホールで行われたブル、中野引退工業に出場。4月12日、 ルーキー・オブ・スター・ダム2011で優勝し、新人王となった副賞として、アース・スター・コミックスの世界で一番強くなりたい。第2巻に実名で登場。8月18日、DDT プロレスリング日本武道館大会、武道館、ピーター・パンの VS5 サッカーマッチに出場。十一月十五日、新規バファーストリングで行われたゴディッオブ・スター・ダム二千十二で、 夏木太陽と組んだ川崎葛飾最強伝説で優勝。同時に第2代ゴッテス・オブ・スターダム王座も獲得し、予報虎にとって初のベルトを手にした。4月29日、両国国技館で行われた相川ゆずき引退試合の相手を務めた。8月18日、DDT プロレース両国国技館大会、両国ピーターパン2013の6人タッグマッチに出場。 この試合は赤いイサゴキデビュー戦として行われた。9月8日、TDC ホールで行われたレッスルマイナス1、旗揚げ戦にシークレット参戦し、女子プロレスシングルマッチで岩谷朝優と対戦し勝利。10月1日、後楽園ホールで行われた今井義春リングアナツイトー工業に出場。10月17日、仙台ガールズ後楽園。 ホール大会の、超世代闘争、新生 VS 重鎮、シングルマッチ勝ち抜き戦 8VS8 で、新生軍最後の8人目として登場し、重鎮軍8人目の里村名子を破り新生軍を、勝利に導いた。3月22日、大田区総合体育館で行われた、長与千草プロデュース、ザッツ女子プロレスに参戦。7月12日、 DDT プロレスエスポワールイサヌマ大会の DDT エクストリーム級選手権アイドルランバージャックマッチで挑戦者の男色ディーノが連れてきたアイドルとして登場しディーノのタイトルダッシュに貢献した8月10日後楽園ホール大会で紫雷イオからワールドオブスターダム王座をダッシュし第4代王者となる2月22日後楽園ホール大会で 安川アクトとワールドオブスターダム王座の防衛戦を行った。試合開始直後、安川のパンチが予報虎の顔面に入ったのが発端となり互いにノーガードの殴り合いに発展し、安川の出血処置のため一旦インターバルが取られた。後も予報虎が馬乗りで拳がを叩き込み続け、戦闘不能に追い込んだところで安川のセコンドについていた。 木村京子がタオルを投入し、ヨホートラの TKO 勝ちとなった。試合後、安川は都内の病院に救急搬送された。2月25日、ヨホートラとスターダムのロッシー小川代表、風小路江村が同席式者会見を行った。喧嘩マッチとなったことへの謝罪とともに、安川の診断結果が、方々ね、尾骨、 左眼下低骨折で両目の網膜浸透症と発表された。過剰な攻撃で安川に大怪我を負わせた予報虎に対して無期限出場停止及びワールドオブスターダム王座剥奪の処分が下され、22日の王座戦も無効試合に変更となった。5月31日、ロッシー小川代表が会見し、同日付で予報虎の引退を発表。 数回話し合いを重ね入りしたが、本人の意向を了承した。6月14日、後楽園、ホール大会に来場し、引退セレモニーが行われた。その途中、紫がみなりを、岩谷朝夕、はずきれん渡辺桃、松本広代が、リングに上がり、入りの言葉をかけた。予報虎は困惑した表情を浮かべ、最後の挨拶をすると予定されていた10カウント後音具も、 なくリングを降りた。1月11日、シードリング後楽園、ホール大会で、高橋七英大伝中場との試合中、客席から、私服姿で、リングサイドに駆け寄り劇を飛ばすとそのままセコンドにつき、試合後は、敗れた高橋と一緒に退場した。2月10日、2月1日付で、シードリング所属となり、 リングネームをよしこに改名し現役復帰することを発表。復帰戦は3月7日の後楽園ホール大会で高橋七久氏とのシングルマッチとなった。3月7日後楽園ホール大会のメインイベントで高橋七久氏との一気打ちを制し、1年ぶりの復帰戦を勝利で飾った。試合後、中島有沙、山下里奈、サレーから対戦要求された。 4月8日、仙台ガールズ工楽園、ホール大会に復帰後初参戦し、カサンドラ宮城との一気打ちに勝利。5月5日、ワールド女子プロレス、ディアナ工楽園、ホール大会に参戦し、サレーとの初の一気打ちに勝利。6月5日、4月から始まった、プロレスリングウェーブのキャッチザウェーブ2016に初、出場し、予選リーグのシルバーグレーブロックと、 決勝トーナメント1回戦を勝ち上がり、同日の準決勝で水波量と対戦したが敗れた。決勝進出を逃すとともに、復帰後初黒星を起死した。9月28日、甲楽園ホール大会でアジャコングと初の一気打ちを行い敗れた。1月8日、OZ アカデミー新宿フェイス大会にてアジャコングとタッグを結成。2月11日、韓国、 ソウルの進む中体育館で行われたロード FC036 で総合格闘技に初参戦し 1R2 分1秒 TKO 勝ちを収めた。6月10日、韓国、ソウルの進む中体育館で行われたロード FC039 で2月に勝利したチューン、ソンユと再戦し 1R4 分47秒アームロックで勝利し MMA に連勝となった。 8月24日、後楽園、ホール大会で行われた、シードリングウルトラ U-7 トーナメントの決勝で、いろはみに勝利し優勝。試合後、いろはみとのライバル関係をアピールした。10月29日、OZ アカデミー、横浜文化体育館大会にて、松本博代の持つ OZ アカデミー認定、無差別級王座に挑戦し、勝利。 第21代王者となる。また、同王座の最年少体幹記録を更新した。12月23日、韓国、ソウルのグランドヒルトンコンベンションセンターで行われた、ロード FC045XX で、キムヨンギと対戦し、判定0から3で破れ MMA 初黒星を、喫した。全試合終了後に行われた年間表彰で、女子部門のルーキー・オブ・ザ・ヤーに選ばれた。 1>, 1月28日、超花辺プロレス、電流爆破フェスティバル、大阪府立単育会館、第2競技場大会にて、自身初の電流爆破デスマッチに挑戦。この試合は、爆上選手権試合の4ウェイマッチとなり、長与千草、さ、藤田あかね、ブードレディーマスクと対戦し、最後は藤田から勝利を奪い、第2大王者となった。5月16日、後楽園、 ホール大会で行われたシードリングウルトラ 777U-21 タグトーナメントの決勝で山下里奈と組んだタッグチームボーダーレスが中島アリさんと藤本つかさ組を下し優勝7月25日後楽園ホール大会で新設されたビヨンドザシータグチーム王座初代王者決定戦を行い山下とのタッグで高橋七栄 藤本司組に勝利し、初代王者についた。9月17日、OZ アカデミー、横浜文化体育館大会で、吉子山下里奈の持つビヨンドザシータグチーム王座と、尾崎真由美雪姫まやの持つ OZ アカデミー、認定タッグ王座のダブルタイトルマッチが行われ、山下が雪日に勝利し、ボーダーレスが、タッグに可王となる。4月30日、 アクトレスガールズ工楽園ホール大会で安納オリと初のシングルマッチを行い勝利。6月28日新規バファーストリング大会で松本博夫特組、高瀬美雪有田姫香の持つビヨンドザシータグチーム王座に挑戦し、吉子が有田を破り第5代王者となった。7月7日仙台ガールズ工楽園ホール大会で 橋本千尋と初のシングルマッチを行い、両者リングアウト決着となった。ありがとうございます。